しゃべちゃん始まりました。リナです。コンコンです。よろしくお願いします。というわけで、はい、プール撮影会2部です。イエーイ。着替えました。せっかくなんで、うん、先に水着紹介しちゃってよ。そうですね。私はゼブラです。うん、ゼブラ柄の。なかなか普段は着ないけど、うん、こういうバンドゥ型の水着でヒラヒラもついてて、めちゃくちゃ漏れます。漏れてるよね。私はこんな感じで、私もバンドゥです。ピンクかわいい。しかもなんかヘビ柄みたいな。そう、なんか柄でハートの、どこにハートある、どこにハートある、ハートなんかねえピンクのバンドゥです。目立つかなと思ってこちらにしました。というわけでですね、はい、今日も水着紹介2人ゲストが来てくれています。お願いします。どうぞ。じゃあ自己紹介からお願いします。佐野美優こと佐野美優です。あ、ごめんなさい、間違えました。そのままでした佐野美優こと佐野美優です。一緒やん分かりづらくすみません。佐野美優です。佐野美優ちゃん、はい、そして、なるみこと青井なるみです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、佐野美優ちゃんから水着紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、今日の私の水着は、はい、佐野美優といえば競泳ということで、うん、イメージある、うん、必ずあのプール撮影会では一部は必ず似合ってる競泳を入れます。爽やかに水色で来ました。素晴らしいです。はい、ね、どこで買うの競泳、うん、なんか有名なのがあるの。そうなんですよ。でもめっちゃ似合うね。似合う、スタイルいいからすごい似合う、うん、ありがとうございます。じゃあなるみちゃん、はい、私は多分今までで一番露出をしてるんじゃないでやろうかっていう水着。今日はセクシーな、うん、ポイントはここ、うん、お尻のところと、うん、この谷間のところが紐になってるところです。はい、ちょっとセクシーかな。頑張りました。セクシー、はい、セクシーかわいい水着。ありがとうございます。ありがとうございます。このプールは今年がラストっぽいんですけど、なんかこの引き続き告知みたいなのなんかあったりしますか。私10月24日に約2年ぶりの新作 DVD が発売します。2年ぶり2年ぶりです。うわー、じゃあ楽しみにしてた方も多いんじゃないですか。しかも2年前はまだ髪切って間もないというか、ちょっと短かったんですよ。確かに短かった。そこからかなり伸びて、うん、またロングの佐野美優がロング派の皆さんお楽しみにっていう。見どころみたいなのありますか。見どころはちょっと今までと撮り方が少し違って、うん、あのカメラが彼氏目線とかじゃなくて、うん、もう完全に客観視点、うん、あの第三者が見てる風に撮って出る作品になってるんですよ。今まで多分誰もやったことないかもしれないので。なんかそれちょっと盗撮っぽい目線ってことずっと誰かが佐野美優を覗いてるみたいなあんま聞かへんけど。確かにフェチっぽい感じ で、うん、でその目線にだんだんなんか私もあれみたいな、あれ盗撮に気づくんだ。盗撮に気づいてなんかいい感じになるかなみたいなストーリーになってます。フェチとフェチがこう合体したんだね。なるほど。10月24日、はい、10月24日に発売です。ぜひよろしくお願いします。楽しみに待っててください、うん、なるみちゃんはどうですか。はい、私は普段あのレースクイーンをやってるんですけど。あ、そうなんや。はい、なので皆さんサーキットとかに行ったら私結構いますので、うん、皆さんぜひレースで会いに来てください。お願いします。お願いします。あとは2人とも SNS をやってますかね。はい、はい、じゃあ詳しくは SNS をチェックして、ぜひ皆様2人にも会いに来てくださいというわけで、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ラタタ。